のね、今この今我々の団体は無料義書団体だったら、この無料義書団体っていうのはだから一切別れる以前のねところで座ってて、そうして一切別れた世界を見てるからね、だから出入りなしのところの出入り見てた、出入りしていながら出入りなしっていうね、そういうだからちょっと不思議な世界。しかし私ね、その最近ね、紅茶を入れるのにね、紅茶を入れるのにポットに入れて、それからこう紅茶代わりにお外にくださいとかなんとか、紅茶を売るやつはこうありがとうそうに書いてるんだ。しかしね、そんなコップの中にあれして蓋すりゃいいんじゃないかってことだね。そしてまたこのあれしたらティーポット、ティーパックっていうか、あれをこう取り上げたらポットから注いだことになっちゃう。そういうことでね、それじゃあ紅茶を入れるのに蓋しようってことを考えた。まあ私は非常に何でも工夫する男だったんです。それでその結局ところが普通の紅茶茶碗じゃね、それに応ずる大きい広い蓋がない。それで私ね、こういうねこういうねカップが私のところにある。ここにねそのティーポットを入れて、そしてこういうお湯を注いだわけですね。ちょっとティーポットっていうのはこういうカンプあれしてるそれでお湯入れて、それでこれで蓋すんですよ。で、まあ皆さんもやってください。そうするとね、こっからね、紅茶がね、紅茶のあれがこう溶けてね、こういうふうにね、渦巻いて、お入りしてるのね。このガラスで持って、紅茶のティーポット、ティーバッグを入れて、お湯を入れて、じーっと見たら、これがね、毎日楽しみになっちゃう。それであれしてんだけれど、これがね、少なくともこれで蓋してるんだから、不祥不滅じゃない、不祥不造不減だ、動いていない。それなのにこのところにしかしながら盛んにねその紅茶が出てくる。これは出入りなしのところの出入りだ、要するに不祥不滅の消滅だ。結局そうすると私なんかまあこのところにちょっと一つ住んでるとしたら、ああ生まれた生きた死んだってね、この風に思うじゃない。しかしながら本当生命の実物としてはこれ不祥不滅のところに消滅し、不幸不来のところに古来するっていうね、そういう力で本当は我々は生きてるんだ。要するに不祥不滅不幸不来のそういう力で我々は事実に生きてるんだ、ね、それが生命の実物だもん。まあ紅茶入れながらね、それをじっと光に当てて見てんだけど、まあ皆さんもやってそれよく考えてもらったら不思議だ生命の実物ってのは全てこれなんだなということね。そして結局これと同じ、これはまあ紅茶が濃くなっていく話だね。今度はね、物事が済むっていうこともある。住む、頂上するね。俺私炭焼きの頃ね、島根県のところに行ってこうしょっこしょってね、そして一生懸命山道歩いてると、寒くなってきたらね、そのあったかいうちは道のね、あのちっちゃな流れのところでも水がこう混濁してるね。今度は寒い日なんて言ったらもうさっとね澄んじゃって、そして散ったもみじが赤いのがねこう
そこにあるのを見てね、一体どういうわけか分からなかったね。しかし今こそれ見てつくづく思うのに、寒さが来るとなんとかこう上にこう水の中にね浮かんでるやつが住んじゃうんだね。だからこれも不幸不来のところに住むじゃん。不幸不来、不生不滅、不幸不来ね、不増不減、それで言いながらこう住む、これを頂上っていうね。それで結局ね、出入りなしの生命の実物、これが法だ。その出入りなしのまんま出入りするというのがまた法だ。そしてそれがね、それをね、だから法が法に深まっていく、法が法に濃くなっていく、法が法に深まっていくっていうね、罪に強くなっていく。これをホッケ天といい、ホッケに転ぜられるといい、天ぼってね、ホッケを転ずる、こういうことなんだね。でまあつまりホッケの世界っていうのはね、そういう世界なんだよ。だからあれ欲しいって言ってこれ手をつぐって入れるってね、こんな出入りだけのね、でそのあれ欲しいって言ってこう自分の中にこう入れてね、ああ俺のものになったって見たって喜んだような世界じゃないんだから、この出入りなしのところに出入りなしの出入り して深まっていくっていうような世界だから、ちょっとこれ大人じゃないとわからない世界だね。それでですね、つまり無量寿所三昧というのはこの我々のする時間ただな、それで我々のする自由三昧、だからそういう意味で自己切りの自己ですね、自己切りの自己、自己切りの自己のところに自己切りの自己が濃くなっていく、あるいは深まっていくというような世界で、それが自由三昧。これはまああの伝道話の巻にはね、自由三昧の話で、ここじゃホッケ天ボッケっていう話で出てくるわけですね。本当は同じことなんです。それでところがその座禅無量寿所三昧に入った。その時に未見の脈号層から東方万八千の座を照らしたっていう、これ一体どういう意味だってことね、まだ考えてみる。そうするとね、結局その無量寿所三昧っていうのは自己の生命の実物にとにかく座る。そうするとこの全ての私の世界ね、これは自己の生命の実物っていう地盤に置かれるわけだね。この私が座禅してその生命の実物に変える、私の全ての世界も生命の実物地盤に置かれる、これが東方万八千の道を照らすという意味だ。要するに生命のみんなはそう、そうじゃないでしょ、好きだ嫌いだっていう方は、そんな飛ぶだってね、そういう二つに分かれた以前、あ、後の二つに分かれた後のあれかこれかばっかりが気になってんだから、俺も生命の実物基盤じゃないんだ。それで生命の実物基盤じゃない抽象概念も実在化してるだけだ。好きだ嫌いだ、いいだ悪いだ、飛ぶだ遊んだ、悟りだ迷いだって言ってね、俺もそういうふうに二つに分かれたものはどうせ頭が二つに分けるんだから、その分かれた後のものを追ってるってことはね、生命の実物から宙に浮いてるんだ。これをそのこの前まで読んできた山水経の巻にそういうことね、抽象概念が実在化して、山水っていうのはそんなもんじゃない、山水って言ったらこれです、
の本当の生命の実物としての山水の話が書いてあった。で結局ね、そのまっさらな生命の実物地盤としておくっていう話が東方万八千の道を照らすっていう意味です。そうしてみると一切は仏道修行をしているっていうね、あり方として現れてくる。でだから一切生命の世界として見られた時、東方万八千の道を照らしてね、これはみんな仏法の世界っていう、その時に初めて十方仏道中っていうね言葉も出てる。でつまり仏道心よ、このほっぺてんぼっけでもね本を調べて、まあ昔から注釈本、この正法言論の注釈本たくさんあります。そういう本をたくさん調べてね、でいくら悪い言ってるかってこれね意味ないんだ本当。ほっけてんぼっけの巻一つ読むんでも、これがいかに私の仏道修行としてどういう意味持つかっていうのをね、そこに注目して読んでからちゃうんですね。そうするとそこではっきり分かるじゃない、仏道修行っていうのもなんとか悟りを得るがためっていうんじゃないんだ。そうじゃない、で本来出入りなし、悟りも迷いもない、このそういう悟りも迷いも2つに分かれる以前の生命の実物にこの住み清くなっている、そういう出入りなしの生命の出入りだね。今の紅茶じゃん紅茶だ、出入りなしの出入り、そういうのが今言う法華天であり天目である、こういうことね。でそういう出入りなしの出入りっていうのが生命展開の姿だ、これをホッケというと、ね、まあホッケの十方仏土中ホッケの遊具なの、まあホッケの話長いけど、それで、ね、そのホッケっていう意味のね根本がよく話しとかないと、このホッケ天ホッケなんか全くわけがわかんない話に。で十方仏土中はホッケの遺物だ、これはこの十方っていうのはね東西南北私有上下っていう、この要するに東西南北とあるでしょ、そうするとこの一日が今日このところ東北って、それから東南、西南、北西、こういうのを含めて、その何て言うんだ、辰巳とか何とかいう牛虎とかいうじゃない、ああいうこれを持って東西南北の私有位、私有位、それからそれに上と下とっていうんで東西南北私有位上下、これで、まあ、十方という。だから方角的に言えば東西南北私有位上下、このそういう方角にある全てのものっていう意味だ。しかしそういう東西南北私有位上下にある全てのものっていうとね、いかにもね自分というのはそういう方角の観察者である、そして自分だけは怒っちゃってんじゃない、で自分はその東西南北私有上下から抜けている感じだ。そうじゃないね、この十方仏土中の十方っていう感じね、これ蓮山さんはね十方一心仏土中、
実法一心仏と知っていう注釈を入れてるけど、これ大変面白いと思うね。つまり、さっきも言ったけれど、この実法、あらゆるものは、自分自己の生命体験を通してある。実法一心だ。それから、自己は、あらゆる、ものを生命体験するところにおいて生きてる。一心十法だ。あらゆる外の存在と、それから自己とはね、生命の実物っていう点から言ったら、一枚、全く一枚。そういう、十法一心。そういう つもりでも実行一心仏の中っていうのはどういうことかっていうと、いや、自己がどっちにどう転んでも東西南北周囲上下ね、どっちへこうどう転んでも仏の中ってこういうことだね。だから決してね、観察者になっちゃう。自分を観察者としてじゃなくて、自分のこととして実行仏の中っていうのを読まなきゃな。で、仏道中というと、なんか仏さんの、あれですね、また奈良や、京都のお寺の仏さんを思うけど、そうじゃない、この仏道中というのはね、仏っていうのはね、最高価値っていう意味だ。ちょっと仏さんが一番大切だ。仏道中。つまり どっちへどう転んでも自分の自己の生命の実物気味なんだからね、それを一番大事にするというのは、これが仏の中。これはみんなそうじゃない。その何より世の中は大切なの金って金がないのは首がないのと一緒って。これまあ京都に来て初めてそういうことが聞いたんだけど、この今のその東京はどうか知らないけど、私の生まれた時代の東京は、東京には金がないのは首がないのと一緒っていう言葉はなかったね。それほど金が大事にみんな思っていなかったようだと思う。その点京都の人は金っていうのを随分大事にするんだね。それで頭を下げるのは金の前に頭を下げる。何もあの人に頭下げてるんだ、お金のために頭下げてるんだって、そういうような感じ。いや、私この頃つくづく思うんだけど、一番ね、その宗教っていうのはね、価値の問題です宗教っていうのはね、その何を大事にするか、それが宗教の一番大事な問題だって。こんなのがね、私まあ宗教っていうのをそれこそ学生時代からキリスト教や仏教やっていて、それからずっと宗教の問題に取り組んできているんだけど、宗教とは価値の問題だってもうはっきりしたの最近なんだか嫌になっちゃう40年50年かけてそれだけは。というのはね、要するに世の中の人は一番大事なものっていうのは金であり、それから名声であり、地位であり、あるいは天皇であり、国家でありってね、まあ、それから趣味であり思想でありって言ってね、なんかそういうものを大事に思ってるから。ところがそういう、それでまあそれ関連して見ると、大体世の中の人は金が一番大事ですね。だけれどその宗教の、本当に宗教に生きるっていう人は金より大事なものがあって、佐々木老師が言ったけど、この佐々木老師はその点子供の時にそれを悟ったんだね。まあ少なくとも宗教に身を投ずる人はもう
기사적 가라 가면 자지 나무로 갈 때부터 10대 토, 실편이 이런 게 아니라 했을까? 근데 결국은 소리가, 막 기리스도 교도 이해봐 감사하다. 그러니까 묵교도이야 호동해산입니다. 근데 서로 감사만 난도 당연히 난리가 머리하는 것 하면 되겠다. 얼마나 어떻고 올해로 하나씩 그러니까 손나 두고 내 쉽고 나선다 아닙니다. 속에서 어떻게야 넘어 있을 것 같은데 소리가 다했는데 아니 이것도 이것도 막 가리킬 때네. 그때 美しい 것도 偉い 人だな と 思ってたら 最後に 俺のため 言ったら もう これ プラス アルファ が いくら あっても 最後に マイナス 1 っての かけたら 全部 マイナス 0 マイナス アルファ あれだけ 罪 악하니 근데 その点ね 究極が 究極のつけやと思うね。要するに金より大事なものがそれがいい。だからその点で心を現れたらとにかく、こういう娑婆世界に生きてんだ。それで飛び出すんだっていう世界に生きてる。 だから 金より 大事な ものが ある点から見たら 徳は 迷い 損は 悟り 이거잖아 結局は で 사기로시에の 徳は 迷い 損は 悟り っていうのは 素晴らしい 言葉だな と思うんだね で これも とにかく いや 結局 その 実物としてね とにかく 損するか 복するか それだけが大切なんだ。で、理屈じゃない実物としてっていうのがそこだ。理屈いくらね、うまいことこう言っちゃっても、でも実物、実際として、俺得したって言うんだったらもうどうせダメ。その時に、少なくとも、 実物として投げ出したっていうところがなきゃ、それとは前へそうだったというのはね、修行のしどこですよ。それで、それっていうのはその、金より大切なところっていうね、それが仏道中か。 どっち事故がどっちの転んでも至るところ最高価値として大事にすべきところそういうところに仏道中っていうのはそこのところに事実いるっていう安住してるっていうことだ。本当はあれそういうその二つに分かれる以前のね そういう力で生きてんだからね、それが一番大切であることは当たり前なんだ。もう事実その中で生きてる。それでだからそういう方向に向かうってね、我々頭持ってるからどっかへ向かうわけですね。その向かうその中にありながらそれに向かう、これは深さの話だ。で 安住所で阿弥陀がら価値的にそれを大事にする。これがね、この一大事因縁って言うけれど、この一大事ってことはそれなんです。まあ、法華経にも出てくる。如来は一大事因縁のためにこのように宿命するっていうね。で、唯物っていうのは、まあ、ただそのものであるということだ。 仏道中は法華というのない。だからどっちへどう転んでも我々苦境的生命を生きてるんだから、いよいよその深さに向かうってこういう話だ。そういうのをね、その法華経では
の出入りなしの出入りを如是相如是相如是体如是力如是三如是因如是縁如是果如是果如是本末不共と不共とって等しいっていうんですね。まあもうこれは重要ですけどね、その要するに全ては如是なんだ。で、まあ、全く生命の実物そのもの核のごとして如是、それの中に創生大力さ因縁果報本末苦境等というね、そういういろいろな姿があるということね。だから結局今あるあり方と、それからその働きの働きや方向ですね、それからそ の, けあの結果など、その創生大力さ因縁果報っていうのはそういうことね、いろいろの働きやらその結果や、それでその元と末とその元と末と究極のところの、あれですね、等である、等っていうのは等しい、この等っていうの、あ、そんなことは今やるな、はい、後にしろ、話の時は話だけだ。で、そういう、こう、すべて等です。等で等しいんだね。出入りなしのところ。で、そういうのをまた処方実相っていう。これもね、まあ、例を挙げていや、こういうことだ。例えば、我々、自動車運転してるね。そうすると、これ、まあ、ハンドルを右やったり左やったり、こう自由、こうに自由にやってるわけです。まあ、スピードも出したり出さなかったりね。それで、何キロで走っていくか、こうこうでしょ。そして、しかしながらね、そういうのが、いちいち、総称対立した因縁果報、こんなのを作るのと、いろいろなあり方だ。もうそのしかしそのいろいろどっちへどう転んでも、これここのね、どっちへどう転んでもその自由なあり方がね、そのまんま一番大事にされなきゃならないっていうあり方だっていうことです。それでその時その時の無限の深さへ向かうということね。こういう話聞いたことあるね、ある田舎のお医者さんのところへね、頭のところにコブが出た。それで、先生こういうの何でしょうって言ったら、いやこれは手術してこれは簡単ですよって言って、それで先生お願いしますって始めたんだっていう、メスを入れたところがね、その血が全然止まらないんだって。そしたらそのお医者さんね、そのメスを投げ出しちゃってね、だから俺は医者なんて嫌だって言ったって言って泣き出したって言うんだね。そういうとこ血が止まらないんだ、もうとうとう死んじゃったっていう。でこれ
あれなんですね。その話聞いて、そのお医者さんの人の良さはわかるね。しかし人の良さはわかるけれど、お医者さんがそれじゃ困るっていうこと。結局その時どうするかってね、精一杯の、そこが失敗したら失敗したところで精一杯の手当てをしなきゃ、その死んだ人もあれだろうし、死んだ人の家族も慰められないんじゃない。精一杯やったんだけどダメだっていうならば、まあしょうがないっていうと、途中でメス投げ出してもう俺はダメだって言うんじゃ困る。それと同じように、まあ今我々職場で何か失敗したっていう場合でも、だから俺はこんなね職場選ぶの嫌だったんだって言って投げ出してね、投げ出していいもんじゃないもん。これも失敗したら失敗したところで精一杯どうするかっていうことね。あれ、私の親父に、私の親父に話して聞いたことあった。あれは忘れられないけど、まあ私の親父たくさんのいろんな職人使ってたけど、職人、本当のね商売としての職人はね、これ素人はね、その失敗したら失敗だけで終わっちゃう。だけど職人となったらね、失敗なんてやっぱりある。しかしその失敗をその何とか取り返して、その作ってですね、失敗に見せないっていうところはね、持ってかなくちゃならないっていうのがね、本当にその職にやってる人だって親に言われたことあったけど、それはそうかもしれないなと思った。で結局失敗は誰だってあるわけです。だけど失敗、成功失敗じゃない、成功失敗に関わらない、それ以上のところで今の時代これどうするかってね、精一杯の深さに追求しなきゃというところね、これがその今の方向です。でだからね、法華経っていうのは今の我々の実際に当てはめたらどうするかっていうことをね、いちいち見たいわけね、考えてみたいと思う。で結局の話、いやそういう失敗だけじゃない、いつもやっている、その日々出会っているところ、そこのところでいつでも精一杯ね、の方向、今このだから仕事やりながらこれいくらになるってそうすると、いやまあ先生がね、学校の教師が給料はいくら、俺の受け持ち時間はいくら、それで、そうすると1時間いくら、だから10分喋るといくらそんなことを考えながらやってんじゃどうせダメだ。そうじゃない、そんなの全て投げ出したところで今ここを精一杯狙うところを狙う、そういう給料や損得やそういうのに変わらないところを精一杯やる、失敗成功分かれる以前のところを精一杯狙うということだ。そういうのが十方仏の十年ですね、いわば十四年の生き方でもあるし、諸法実相の修行の仕方し、しのものでもあるわけですね。要するにいつも我々生きるっていうのはね、二つに分かれる以前の事態そのもの、実物そのものをやるっていう、これが主観だね。道元禅師のだから士官ということは素晴らしいね、そういうのを一口で士官って言った言葉なんだから、やっぱりあの道元禅師って素晴らしい人だと思うね。でところが普通は修行っていうと、なんか向こう側に当てを置いて、そして
それに向かっての修行だと思うよ。いやだからね、さっきの言う価値、価値っていうのは悟りを求めるって言ってね、ところがその悟りは何かって俺が偉くなるって話なら、結局の話は俺の話になっちゃう。この本当の生命の実物、仏さんを大事にしての話じゃないじゃない。だからこの悟りっていうのはね、いう言葉は道元寺には悟りっていうのを、悟りという言葉を使いながら悟りを求めちゃいけないというね、ようなこう非常に難しい言い方するけれど、その辺よく考えてみるけれど、悟りはないわけじゃないだ。しかしながらその悟りが、その悟りを開いて俺が単力がする、そして借金取りも一括して追い返すって、そんなようなんだったらやっぱり金が一番大事って話になっちゃう。そんなのは宗教じゃない。で、俺が偉くなる話なら、どうせ、その本当の意味の宗教の話じゃない。宗教の話はそういう俺の話じゃない。俺以上の、この生命の実物の話なんだね。で、今、法華経のその修行っていうのも、仏道修行っていうのも、それから真実宗教としての修行もですね、そういう自分の悟り技術が上手くなって、それが偉くなるという話になる。ただ今ここ、その自分が生きるというね、そういう自己の態度の修行だね。だから刻々の態度、その態度のところに無限の深さがある。それでそういう自分の修行態度のその修行、それがまた同時に国武装なんだからね、それが将でもある。それで首相一如、首相不二。で、道元禅師も首相一如っていうね、あの態度は、道元禅師がこう比叡山でもって法華経を本当にね、この、手に入れられているから、それで首相一如っていうね、あれも出てくるんだと思うね。それでこのところがね、宗教として、本当の意味の宗教として、この、その十方仏の中の、俺どっちに転んでも自己の生命の実物が生きてるんだ、それでだからそれを一番大事にするんだっていうね、その方向、これのね、修行の態度をね、知る限りね、そこは宗教の救いだね。絶望することはない。たとえ絶望しても、その絶望したところに自己の本当の究極の この生命の深さがあるんだ、それをに向かって狙うっていう方向はどこまで行ってもあるね。例えばね、今のこの頃はまあ食い物が悪い、空気が悪い、水が悪いせいなんだろうな、こうがんっていうのがあっちにもこっちにもがんの人が出てきちゃってんだね。こうしてみると、まあ私なんかも癌になるってことを考えなきゃなんだ。いや、私だけじゃない、皆さん自身。ところに、もし、あなたの調子が悪いっていうんで、お医者さんに見てもらったら、これ、お医者さんっていうのはまあ癌だとはなかなか言わないんだよ。でも、なんだかんだって、これは、癌じゃありませんがね、まあちょっとこのとこ何とかかんだかって言われた、まあ俺は癌になったんだなって考えなきゃいけないね。
それで少なくとも練習術したりなんとかって言って言う場合、まずこれがガンだってもし知った場合ね、これその誰でも起こりうることだけど、この時どうするか、これ俺がガンでもとにかくまあ半年は持たない命っていうようなことね、宣告された場合どうするか、少なくとも生存的自分ね、この生きることだけに価値を置いてる人間としてはね、その絶望せざるを得ない。またそうでも生きることだけに価値を置いてるって言わなくても、この生理的に生来の自分としても絶望する。これどうせね、しかしながらこの生来的な自分として本能的に絶望するのはこれはまあしょうがない、当たり前だ。しかし大切なのはそこからね立ち上がらなきゃ。それで本来的な自分としてはこの生と死と分かれる以前のねところで、そういう力で我々生きてるんだからね。そうすると義務生じ名誉あるいは善悪是非好き嫌い、あらゆる二つに分かれる以前、だから生じぐるみの生命とね、そういう生命そのものを大事にするっていう、そういうところがね一番大切なところだと思う。結局だからそのまあがんだって宣告されたまあショックだって言ってね、それはショック受けるのは当たり前だ。もうだからそれいや何ともないって言うと頑張る必要ないや俺はショック受けるってね、もうそれは本能的にショックなの当たり前なの。しかしながらもっとその底にな、本来的な自分としては生じを超えた自分というのは、そういう生命で事実今生かされてるんだ、そういう生命に深まっていくっていうね、無限の方向があるべきだ。これがね今を生きるっていうことなんだと思う。でまあこれそういうのが因果どうにかの結果どうにか、それからまた首相一難、そういう、そういうのを妙法蓮華経、妙法蓮華って言うこれね。でだからまあまあがんだって宣告されて、私は一体もうどっちにどう転んで、あれどう生きていいか分かりませんっていうんじゃなくて、そして自己そのものの生命の実物に向かって無限の深さ行くっていうね、そういう方向をはっきりさせていくっていうことがね、そこに深まっていくっていうことをね大切なんだと思う。ね、いやその点ね、今私つくづく思うのに、20世紀のね最大の悲劇はね生存文明だ、ただ生きるってことだけ考える、そして神や仏っていうものを全て捨てたでしょ。だから死ぬ時にはもうね一体どうなっていくのか、全くね奈落の底へ真っ逆さまでみんな落ちていくんだと思う、ざまによ。いや本当にね、今の人たち生きているときはまあ調子よくね生きてるけれど、一旦死ぬっていうね、まあ癌でも宣告されたとかね、なんかって言ったらもうどうしていいかわからない。俺は神様は仏さんを捨てたおかげですよ。俺は最ところがこれ例外なしみんな死ぬんだそうすると例外なしみんな不幸のどん底に落っこって死んでいくんだってことね、これは間違いない。その点ね、宗教を失ったって得になって私無宗教ってやったらバカじゃねえかと宗教のない人間なんてのね、
これ本当に死ぬ時には奈落の底へ、だから死ぬ瞬間だけじゃないですよ。一旦病気したら、その一回これからどうなっちゃうんでしょうって言ったら、おろおろしてんじゃない。これ本当にね、20世紀の最大の不幸だと思う。そういうふうに時代を持ってっちゃった。それでね、大体まあ本来どっちどう転んでもね、誰でも彼でも十方仏土衆なんだ、心配いらねえんだ。しかしながらその十方仏土衆の中で、しかも死ぬ時にはみんな本当に奈落の底へ落っこっていく夢見てるわけだね。これどうせ本当の実物としちゃ十方仏土衆なんだ。しかし夢は夢でやっぱりね、夢見てる当人は汗かいてなってきた。それと同じだ。みんなそうだから死ぬときはそういう思いして死なないか。そうじゃない十方仏道中っていうね、ことを本当によく分かって十方仏道中の方向へ一生懸命向かうっていうね、これが修行一年だ。それで十方仏道中の修行をこれ一生かけてやっていくっていうところが本当の生き方だわけじゃん。それでどうせね、死ぬときは奈落の底に落っこちるっていうような人が、一生でどんなふうな生存の仕方してもこれは間違ってるに決まってる。要するに夢の外じゃ何ともないんだ。夢の外じゃ何ともないんだけど、その何ともない十方仏土中こそが我々の修行の仕方ですね。いや本当に今の人たちにとっちゃあれですね、死ぬっていうことは全く無価値、生きてるっていうことだけが価値があると、いいことだと思う。そして死ぬっていうことは全く無価値、没価値のことだと思ってるからね。そういう価値観が全く本当に最後はみんな最大不幸に陥れられる。ありがとう。でその点そうじゃない、どっちへどう転んでも十方仏土衆というホッケの修行の仕方ね、それが今これからの話に今日の話になります。それから今日はね、お寺にさっきもあれしたようにたくさんの